部員以外も OK でしょう。涼しそう。一瞬一瞬。北川さん、北川さん、あー、ガチ目に死ぬかと思った。本当ですよ、北川さん泳げないんですか。今月頭くらいにお友達と海に行ったって言ってましたよね。海の家で食べたり喋ったり写真撮ったり、全然余裕で楽しいよ。砂浜に座って波の音聞きながら、だから泳げなくても行きたくなっちゃって。泳げないくせに海好きとか言ってんのやばいかな。なになに、ツボだった？いえ、すみません。俺もそうです。俺も面相書き全然うまくできないのに。てか大体みんなそんなもんでしょ。ですね。でも溺れたら死んでしまうので、それだけは。それはマジで気をつけるから。結構範囲ありますよ。そうだった。めっちゃ急いでやるから。